りきりを左手に、取りきりを右手に持ち、回収を祝福する、エルサレム総主教セオフィロス三世。頭には黒ブークを被っている。フィンランド聖教会の生信女、終身大聖堂における、聖水式。主教が十字架を、水の中に入れて十字を描いて、水を、聖気を死している。主教の前方左右には、りきりと取りきりを持つ、副タスクサイが立っている。他 実祭、タスク祭が主教を囲んでいる。利きりと取り切りとは、聖教会の主教が、方針例において、改収を祝福する際に用いる食材。三本のろうそくを備える取り切りを右手に、二本のろうそくを備える利きりを左手に、台座ごと持って使用する。明治時代の日本聖教会の文献には、利きりに二光色、取り切りに三光色の漢字を当てているものがあるが、 今日では、このような表記は全く用いられず、もっぱらカタカナで転写した、ディキリ、トリキリの名で呼ばれる。二本のろうそくを備えるディキリは、イース・ハリストスに神聖と人生の両性があることを示している。三本のろうそくを備えるトリキリは、イタリ製三者をかたどっている。ディキリとトリキリは、主教が回収を祝福する時以外は、制度を。 至る聖書内の宝座の上の両側に置かれる。主教二等の方針礼示には、副タスク祭もしくは、道役が、利きりと取り切りを持つ場面がある。ありがとうございます。